教会はまあ、そこからだいぶスケールダウンするんですけど、まあ、敷地としては、まあ、そんなに大きくない谷間の底の谷底の場所が敷地になってて、まあ、高さの高低差としては周辺環境としてもともとの敷地をこう捉えるというよりはもともとの敷地を、まあ、どうやってその教会にしていくかっていうか、まあ、そういうその場所をどうやって変形させていくかっていうか敷地の形を、まあ、ある程度こうトレースするような感じで、まあ、建物の形がこう出来上がってるんだけど元の既存のランドスケープよりもスケールとしては極端にしてるんですね。高さ方向は大きくしてるし幅方向はちっちゃくしてる、まあ、ちょっとこういうふうに歪んでてそうこの挟まれた間にその新しい谷間ができるという、まあ、人間のスケールがまあこのぐらいだから、まあ、大体わかると思うんですけどで、まあ、実際にはこっちにこう谷間がこうあるからまあ、ここに、まあ、実際こう空間体験がこう生まれると思うんですけどまあ、こう新しい元々の谷からこう向こうから入ってきてこう新しいこう谷をこう通ってさらにその建築としての谷の中に入ってて礼拝堂にたどり着くというようなでまあここからこう入っていくとまあだんだんこう暗くなっていくと同時に向こうがだんだん明るくなっていくっていうような感じでなってます。45メートルの高さこうあるん でコンクリートでこうまあもう実際今もう基礎は今作り始めるところなんですけど今モックアップも今3回目のモックアップ作ってるところでダムを作るのと同じような方法だからまあダムもまああれも型枠を大きくいっぺんに作ってるわけじゃなくてダムって大体 2,3 メーターずつこう打ち継いでってるんですけど床面積としてはそういう100平米ちょっとなんだけどそのまあ縦方向のスケール感としてはまあ土木的なスケール感になってる。